サボイでストンプないしストンピーアットザサボイ。構成は A、A、B、A の32小節。キーは D フラットが多いです。早速 D フラットで始まります。2小節の後半で5ドミナントセブンスの A フラット7から D フラットに戻る。次の小節の後半では D ディミニッシュから E フラットマイナー7へ向かう。この時の D ディミニッシュはどういう意味を持つのかというと、ベースがその前の D フラットから次の E フラットへ向かうためのアセンディングクロマチックアプローチ、日本語では半音上昇度音のためのパッシングディミニッシュなのです。機能的には E フラットマイナーの5ドミナントである B フラットセブンスの省略形、つまりルートレス B フラットセブンスフラットナインスということで、キー、D フラットメジャーにとってのセカンダリードミナントであります。E フラットマイナー7は次の A フラット7とともに、キーの D フラットメジャーにとっての251です。1である D フラット6に解決すると B フラットマイナー7、この2つは同じ構成音を持つのでベースだけが変わります。次の E フラットマイナー7と A フラット7とともに、この2小節は1625というジャズで最も一般的な循環コードを作って、A メロを繰り返します。繰り返しの時の最後の小節は D フラット7になります。なぜかというと、次の小節では G フラットメジャーがトニックになるから、その5ドミナントとして D フラット7から G フラットメジャーへの転調がスムーズに行われます。ブリッジでは G フラット7、B7、E7、A7 がそれぞれ2小節あるとともに、間に半音上のセブンスコードが入っています。単に G フラット7、B7、E7、A7 だけを見ればこれはリズムチェンジと同じサイクルモーション、つまりドミナントの4度進行ですね。ではこの間に入っている半音上のセブンスコードは何なのか？このヒントはメロディーにあるのです。機能的には251の2である5 of 5のトライトーンサブなのです。G フラットの5は何ですか？ D フラットですね。そのトライトーンは何ですか？ G7 です。B7 の5は F シャープですね。そのトライトーンは C7。E7 の5は B だからそのトライトーンは F7 になります。A7 の5は D7 ですが、そのトライトーンは A フラット7。A フラット7から、キーである D フラットメジャー7に戻って最後の A メロに進みます。